育児介護休業法の改正ということで、育児介護休業法、これ、2022年4月もう改正されました。一部改正されましたね。でですね、これ自分も私も、これで育児介護休業規定っていうのをこの改正に合わせて対応してったんですけど、非常に複雑ですね。非常に複雑ですんで、今日すべて細かいことをお話しやっぱりなかなかできないので、ポイントという形で、こういうふうに変わるんだよということを、解説していきたいと思います。まあ、これただでさえ、結構複雑な制度なのにもっと複雑になりましたね。で改正されたポイントは全部で6個ですね。2022年4月に3つ、育児休業取得のための個別の周知意向確認で、2つ目、育休取得のための、雇用環境整備ですね。で、3つ目、有期雇用労働者の、取得要件緩和と。有期雇用労働者って、契約社員とか期間社員とかいう言い方もしますかね。そういう方たちですね。の育休の取得要件が緩和されました。で、2022年10月、あと3ヶ月後ですかね。あ、もう8月ですね。もうあと2ヶ月後か。2ヶ月後ですね。には、これが今回の育児介護休業法の改正の目玉になります。出生時育児休業、これ通称産後パパ育休って呼ばれるそうなんですけど、これが改正されます。で、5番目に育児休業分割取得。ちょっとこれも後で説明していきます。で、来年の4月ですね。今日大企業さんも見えるんで、これも話していこうと思います。来年の4月、育児休業取得状況の公表義務付けということで、育児休業取得状況を計算して、ホームページに載せれない、そういうことをしなきゃいけないということが改正されました。ちょっと一つずつ解説していきます。育児休業を取得するための個別の周知意向確認ということで、これが4月の開設されたやつです。事業主は本人または配偶者の、妊娠・出産を教えた労働者に対し、利用できる制度を、個別に周知することが義務付けられます。個別にです。でもう一つ、事業主は労働者の育児休業の申し出の意向を確認するための働きかけが義務付けられます。これも、で、これですね、意向確認なんですけども、取得を控えさせるような形で、個別周知と意向確認は認められませんということで、実質的に取らないような話し方ですかね。今までうち取ったことないけど、一応キックで取るみたいな感じの聞き方はダメですよということです。で、周知の内容なんですけども、周知事項4つあります。1つ目、育休、産後パパ育休に関する制度の内容。うちにはこんな制度はありますよ、育休制度はありますよっていう。の説明します。で、2つ目、制度利用の申し出先ということで、例えば総務部に行ってくださいね、取るなら行ってくださいねというふうなことですね。で、3つ目、休業期間中の収入ということで、まあ、育休取ったとしても育児休業給付金っていうのが、はい、入りますと、最初の6ヶ月間は給料の3分の2ぐらいもらえるよ、残りの6ヶ月間ですかね、は 50% もらえるよというふうなことで、収入育児休業給付金という制度はあるよということを説明してあげてください。で、4つ目、休業期間中の社会保険料の免除、これも周知してくださいと。育児休業を取ったら社会保険料の免除っていうのも制度としてありますよということですね。で、このポイントを、ちょっと吹き出しにしておきました。個別にっていうのがポイントです。はい。
で、個別周知移行確認の方法、どうやって周知すればいいのかって話なんですけども、原則は1番と2番です。面談か書面交付でしてください。で、この従業員が、面談いいから、メールでいいよとか、ファックスでいいよとか言うんだったら、3、4でも OK です。原則会社からは面談の書面交付を促すようにお願いします。で、これも、個別にというのが、ポイントになります。はい、個別にやらなきゃいけないです。ですね、2つ目、これも4月に改正されたことです。育休取得のための、雇用環境整備ということで、このイロハニの選択肢のうち1つ以上の実施が義務付けられます。1つ以上です。この中のうち1つ以上をやってください。まあ、一応法律上複数講じることが望ましいって書いてありましたけど、1つ以上必ずやらなきゃいけないです。で、1つ目、いいですね、育児休業等に関する研修の実施、これ管理職とか、従業員の方に、うちにはこんな育児休業の制度がありますよっていう研修を実施する。これ非常に大変ですね。で、ロ、相談窓口の設置ということで、まあ育休に関する相談ですね。ちょっと私それ取りたいんですけどとか、そういうような相談とかですね、受けてもらえる相談窓口を設置すると。で、は、取得事例の収集提供ということで、これ自社の自分の会社の育休の取得事例を、まあ、集めて、うちではこんな育休、こんな感じで育休取った方がいますっていうふうに、収集提供をしてくださいと。で、2ですね、2、労働者へ、育児休業等の制度内容と取得促進に関する方針の周知ということで、例えばうちは育休取得率何パーセントだよっていうのをあえてこう方針を周知するというような感じですね。はい、この今話したイロハニの4つのうち1つを必ず実施するようお願いします。はい、これが4月の改正ですけどね。で、もう一つ、これも4月の改正です。有期雇用労働者の育児介護休業取得要件緩和ということで、今までですね、育児休業っていうのは、有期雇用労働者、機関社員というかもしれないですけど、引き続き雇用された期間が1年以上、これは入社が1年以上ですね。あと、1歳、子供が1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない、子供が1歳6ヶ月までは辞める予定ないよということですね。この2つが条件だったんですけども、4月1日からこの1の入社1年以上という要件が撤廃されました。2だけになりますね。で、2だけなんですけども、この赤枠のカッコで書いたところですね、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者、入社1年未満の労働者ですね、は労使協定の締結により除外が可能ですよということですね。はい、まあ今までは労使協定の除外により締結で除外が可能になったよということですね。でですね、ちょっとこれ自分がこう育児介護休業法をちょっと対応していく中で、ちょっとこれが結構ポイントかなと思ったんで、ここだけちょっとピックアップさせていただきます。今までの育休のこう対象外の人をこう労使協定で今までも結んでたかと思いますけども、その労使協定の中に、今までも有期雇用労働者は入社1年未満除外しますっていうふうに書いてた企業さんもいらっしゃると思います。自分もやった時そうでした。そうだったんですけど、でも今回育休改正されて、同じことなのに、もう一回労使協定結び直さなきゃいけないんですかっていう質問が
Q&A で ありました。これなんかもう一回締結しなきゃいけないらしいです。はい。っていうのでちょっと改めて締結する必要があるということで、ちょっとここは自分もそうなんだと思って、ちょっとポイントとしてちょっと取り上げさせてもらいました。はい。ちょっと細かい話ですが、ね、はい。で、4つ目、こっからが、10月からの育児介護休業法改正事項になります。出生時育児休業の創設です。通称産後パパ育休って言います。はい。で、育児休業と出生時育児休業はちょっと全く別の制度だと思ってください。育児休業にちょっと毛が生えた制度とかそういうふうに思うとちょっと本当にごっちゃになって私もわからなくなります。別の制度ですので、そこでまず注意をお願いします。で、この図の右側が、普通の育児休業制度、その右側が現行制度、真ん中が、育休の10月からの改正ですね。で、今赤枠で囲ったところですね。赤枠で囲ったところが出生時育児休業、通称産後パパ育休の、改正事項というか新しい制度の内容になります。で、ちょっと一つずつ解説していきます。まず、対象期間ですね。取得可能日数ということで、この出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。この出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、申し出期限が原則休業の2週間前までです。普通の育児休業制度って1ヶ月前だったんですけど、これ2週間になります。ただ一応ちょっと例外です。なんかすごい努力をすれば1ヶ月まで引き延ばせる制度もあります。ありますけど、非常にその措置を取るのも大変です。それでも1ヶ月にしたいという解説がありましたら、またちょっと今日ここではお話ししませんけども、挑戦してみてください。はい。で、次、分割取得ということで、分割して2回取得可能ということで、今までの育児休業制度も分割できなかったんですけど、これができるようになります。分割して2回取得可能。4つ目、休業中の就業ということで、就業ができる感じになります。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に就業することが可能ということで、育児休業って本来働くことは前提にされていない制度なんですけども、日本の育休取得率が低いという背景もあって、もうどんな手を使ってでも育休を取らせようという意思があるんですかね。まあ、こういうふうな感じになりました。労使協定を結べばその範囲内だったら休業中に働いてもいいよということですね。でですね、ちょっと今文字で全部説明したんでちょっとイメージが湧きづらいかもしれないんで、図で説明させていただきます。でちょっと先に、今回母父っていうちょっと言い方をしたんですけど、まあ、ちょっとジェンダーの観点ですかね。まあいろんな家族構成だとか事情があると思いますけれども、今回はちょっと一番世の中で多いパターンですかね。ちょっと皆さんが一番イメージ湧きやすいもので、ちょっと例を挙げさせていただきます。ちょっとそこだけちょっとご承知ください。すいません。で、この太枠の赤いところで囲ったところですね。例えば、子供がまず母が出生、生まれましたと、子供が生まれましたと。生まれたら、父がこの赤い矢印ですね、2つありますね。2回取得可能ですよと。ですね。で、これが8週間以内に4週間まで取得可能ですよということです。で、申し出は原則2週間前までにというのも、これ結構ポイントです。で、まとめてですね、まとめて原則2週間前までに請求してください。で、後者の
先ほどのちょっとスライド戻ります。さっき の、 分割取得、普通の育児休業の制度は取得の際にそれぞれ申し出すればいいっていうふうになりますけど、出生時育児休業はまとめて申し出てくださいというふうになります。ちょっと細かいですけど。はい。で、次、出生時育児休業の話は、これちょっと終わりです。で、次、普通の育児休業制度の改正点を、説明していきます。分割取得ですね。ちょっとさっき今話しちゃったかもしれないですけど、分割取得ということで、分割取得、2回取得、分割して2回取得が可能になりました。ですけど、これは取得の際にそれぞれ申し出ですね。産後パパ育休とちょっとこれ違うんで、ちょっとこう複雑ですんで、ちょっとこう押さえておいてください。で、あと、1歳以降の延長ということで、下の赤枠の太字のところですね。育休開始日を柔軟化ということで、柔軟化されます。で、この2つを説明していきます。まず、出生後8週から1歳のところを見てください。分割取得の話ですね。これ見ると、母が育児休業を取って、その後、交代で父が取る。で、今までここまでだったんですけど、この改正で母がもう一回取るっていう母の分割取得、この分割取得ですね。これが取れるようになりました。で、もう一つ、これですね。育休開始日を柔軟化度という方は、これ1歳以降の方ですね、1歳以降。母が、1歳から育休取ってますね。で、その父が育休途中から取ってますね。育休の1歳以降のルールって、基本1歳まで行って、保育園に入れなかったら、1歳6ヶ月まで育休を延長できる。で、1歳半になってもまだ保育園に入らなかったら、育休を取れるって感じで、この1歳で1歳半っていうのが、開始だったんですけど、これ柔軟化ということで、こうやって交代で取れるよということですね。こういうことができるようになりましたと。はい、最後、これも10月改正のことで、これちょっとあまりないパターンなんですけど、説明しています。1歳以降の再取得ということで、特別な事情がある場合に限り再取得可能だということで、今まではできなかったんですけど、これができるようになりました。ちょっとこれも説明していきます。特別な事情がある場合、再取得できるってどういう意味かっていうと、改正前はまず1歳以降の再取得が不可でした。例えばですね、今回他の子についての産休開始による育休終了後は、再度育児休業を取得できると。どういう意味かというと、例の1見てください。例の1、例えばですね、子供1人目育児休業を開始しました。で、育児休業しているときに第2子の育児休業が始まりました。そうすると第1子の育児休業終わります。で、引き続き第2子の育休をやってたんですけども、1子の子が例えば1歳2ヶ月とかになったときに2子の子が死亡しちゃいましたというパターンですね。その場合、この1歳1子の子が保育園入れなかったというパターンの場合、この場合、今まで、育休これもうダメですというふうになってたんですけども、今回の改正でこれが OK というふうになりました。で、こんなパターンですね、なかなか正直ないかもしれないんですけど、もし自分がですね、人事担当者として、こういう条件ぶち当たったら、ちょっと今日この話を聞いたことを頭の片隅にしていただければ、この場合でも取れるよって言ってあげれるかもしれないので、ぜひ覚えておいてください。
で例2っていうのはちょっとこれ介護休業バージョンです、まあ、子供を育てて祖父母、例えばおばあちゃんですね、おばあちゃんの介護休業始まりました。そして子供の育休が それによって終わった。でおばあちゃんが、これ亡くなっちゃったとかいう場合に介護休業が終了したら、子供の育児休業復活というふうになります。はい、ちょっと相当細かくてほぼないパターンですけど、こういう改正がありましたということです。はい、でこれで今10月の改正事項は終わります。でですね、最後育児休業関係ですね、育児休業取得状況の義務付けということで、大企業さん、今日大企業さんいらっしゃるんで、簡単に説明していきます。1000人を超える事業者さんですね、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。そのうちでですね、これ国から多分郵送で届くんですかね、こういうふうに計算してこういうふうに公表してくださいというようなことは、これからやらなきゃいけないですね。これが来年の4月から始まります。公表する場所は、自社のホームページか、厚労省の運営している、両立支援の広場というものがありますので、どちらかに、掲載していただくということです。この計算も結構大変ですので、ちょっと頑張ってくださいということですね。でその他の改正点なんですけども、今年の10月から社会保険料の免除というの要件が変わりました。変わります10月から、まずケース1、これ今までもあったことです。月の保険料の免除の要件が、例えば育児休業を月末またいでたら前月の分免除、この図でいうと6月の分が免除になります。これは今までもありました。で、ケース2ですね、月末またいでなくて育児休業14日間とかと、この場合も免除になります。10月から、まあ、これ今まで例えば14日育休取ったのに月末またいでないっていう理由だけで保険料免除されないっていうちょっと不公平な感じがあったので、こういう改正ができましあります。で、ケース3つ目ですね、ケース3、賞与の保険料の免除ということで、10月まではですね、このケース1も賞与の社会保険料免除の要件でした。で、賞与の免除の要件として、これがケース1っていうのは賞与がなくなります。10月から。でなくなる代わりに1ヶ月連続した1ヶ月を超える育休を取得した場合のに、賞与の保険料免除というのが可能になります。でこれなんでこんなことが起こるかっていう賞与って額が結構大きいことが多いんで、社会保険料を免除させたいがために育休を取るっていうちょっと目的の変わった育休の取り方をする方も、まあ、世の中には、まあ、いらっしゃるということで、まあ、それをさせないということからこういう社会保険料の免除の要件が改正になりました。はい、こうやって社会保険料の免除の要件が改正されます。よろしくお願いします。